はい、お隣のですね、天草ジオパークの鵜飼と申します。今日はですね、天草の島の体験を皆さんにご紹介したいと思います。まずはですね、地域についてなんですが、このちょっとカラフルじゃないので分かりにくいと思いますが、最初にですね、天草五所浦ジオパークということでですね、まずこれだけの範囲がですね、ジオパークになっております。でなぜかというと、やはりここがですね、恐竜の化石が出たりとか、恐竜の島とか化石の島と言われることで、もうすでにお客さんもたくさん来ておられましたし、やはりジオを体験できる場所ということでですね、天草の中でも先進地的な場所でした。ただし、天草の成り立ちの歴史の中ではほんのわずかなところしかないんですね。でもう一つはですね、やはり皆さんも広域にやられていてわかると思うんですけれども、五所浦だけではですね、発展しないんですね。なんでかというと、一番お問い合わせが多いのが、五所浦に来たいんです、どうやって来ますか、ここ天草なんですよ、全部ですね。で天草というのはここからスタートしていて、五峡というのを渡ってですね、ずっと来るんですが、ほとんど他の自治体を通ってきます。つまりお隣の上天草市というところを通ってくるんですね。ですから看板なんて立てれないわけです、実際的にはですね。せっかく天草さんが入ったのに、あんたのところに来るのに何の看板もないと、そういうふうに言われるわけです、お客さんからですね。ですからこれはもう天草さんの発展というよりは五所浦の発展も含めてですね、これは天草さん全体でやらないといけないということでですね、このようにですね、地域を広げて43倍になりましたけれども、広げてですね、やり始めました。そしてもう一つはですね、やっぱりオール天草でやるということがですね、今後のジオパークの発展のためにはですね、欠かせないことだということでですね、取り組みが始まって、去年、認定をいただいたというようなことです。ですからまずはですね、天草五所浦という地域が、とにかくそこで何か成功すれば、ほとんど同じ気質の人間の、住むところですので、まずここで試行錯誤を行い、成功したらこちらに広げるということが、今までの成功のキーになっているということで、まずは五所浦の取り組みをですね、紹介したいと思います。で、五所浦エリアというのはですね、大小18の島々からある地域なんですけれども、このようにですね、寺野君というですね、キャラクターがいますけれども、所狭しとですね、ジオサイトだったりとか、看板が整備されておりまして、いろんな見どころがあるというところでございます。で、中でもですね、民泊とかですね、体験学習というのがですね、やはりとても人気で、これ生のデータで写真撮っても、構いませんけれども、今年の、修学旅行の受け入れです、どういうところから来てる、今ここですよね、ちょうど大阪からですね、業者さんがお越しに、学校がお越しになられて、まさに受けているということで、僕はここにいていいのかということなんですけれども、大丈夫です。五所浦博物資料館というですね、博物館がありまして、そちらのガイドの方がですね、やっております。で、このようにですね、見てもらうと分かるんですが、大体修学旅行というのは、春と、それから秋に集中するんですね。で、私たちの島はですね、人口が3000人くらいしかありません。ですので、その中にですね、民泊というのがですね、一番人気があるんですね。で、その民泊はですね、28軒で賄うということも合わせてですね、80名しか受け入れられないということもありまして、100名を超える団体に関しましてはですね、天草の別のところと分けて実施したりとか、そういうことでですね、対応をさせていただいているというような状況です。で、その、体験プログラムということなんですが、いくつかありますけれども、大きく分けると大体9ぐらいですかねに、分けることができます。で、それぞれをですね、少しずつ説明したいと思います。まず海上クルージング、これがですね、やっぱり人気なんですね。やっぱ島というとやっぱり海を見るというのがいいことなんですね。で、それで、アンモナイト館というですね、アンモナイトが実際に見れるところとか、あと恐竜の足跡の発見場所、それからその中、天草の中で、五所浦の中でもですね、最初に恐竜が発見された場所とかですね、あと、採石場の跡地を見たりとかですね、あとは、マリンビーナス、モニュメントを見たりとかっていうことが、あります。
このアンモナイト岩なんですが、8500万年前という時代のですね、巨大なアンモナイト岩ですね、これ何これ珍百景にも登録されたんですけどもですね、この建物がいきなりポンとあってですね、中に入ると、地層の中にそのまま埋まった状態でアンモナイトがあるということなんです。で、ここのメリットはですね、普通のお客さんはですね、上から眺めるだけで終わりなんですね。ところが私たちのですね、御所浦の中級ガイドとか私たち学芸員と一緒に行くとですね、なんと鍵を開けて中に入って間近で写真撮影をすることができるというですね、メリットがあります。もちろん、修学旅行等でですね、利用された方はそれも、プログラムに入れてもらえばできるということになります。それから恐竜化石なんですが、島の、あちらこちらで出てはいるんですけれども、こういったですね、最初にすねの部分の、恐竜の骨が見つかってですね、それで町が湧いたわけですね。あ、出たぞって。そしたらですね、あ、こういう形なのかっていうことが分かったら、次から次にですね、恐竜が見つかってきていまして、福井県立恐竜博物館というですね、今一緒になって研究を進めているということで、ジオパークつながりでもですね、研究が進んでいるというような状況です。で、そういった発見場所はですね、やっぱり何かに使おう、やはり皆さんにこうやって発見されたんだよということを使ってもらいたいということで、クルージングの中にですね、この弁天島、弁財天がおりますけれども、弁天島に渡ってですね、こういう遊歩道が整備されていて歩くわけです。で、実際に恐竜の足跡の、今はレプリカなんですが、ここにありましたよっていうのが分かる場所。それから島がですね、暖かいものですから、野生化したバナナがあったりとか、そういうのがですね、見ることができるというものです。そして島の反対側に行くとですね、これがジオパークの方でですね、保全とかという問題で化石採取はどうなのっていう話もあるんですけれども、実際にですね、これ採石が行われてもやめているところなんですが、実はこの業者さんがいきなり倒産されたものですから、緑地化されることなくそのまま崖が残ってしまいました。で、これそのままの状態になっているとですね、自然崩落をしてこのようにですね、海水といいますが、バラバラと崩れてきたのがたまるわけですね。で、この中にはですね、このような化石がたくさん入っているわけです。で、私たちはここでですね、遠くから見てこれの高さなんですが、近くから行けば10メートルぐらいの高さがあるんですね。で、これをですね、ショベルカーで持ってきて、船で積んでですね、こうやって化石採集に皆さんで利用して、だいたい1回運んでくると3年間使うことができます。で、これどれぐらい減るかというと、これぐらいしか減りません。ですから、またこれで化石が少なくなったなと思ったら、またここに戻してということで、どっちみち風化して泥になっていく途中のですね、ちょっと体験学習用とか、そういったものにご利用いただけるように、整備しています。で、今現在ですね、こういう場所は確かに安全でおトイレも近くてということなんですが、やっぱりこういう崖が見えるところでやりたいということで、昨年度、ここの場所に行けるように、ここの、桟橋を整備しましてですね、今年度から利用可能ということになっております。はい、それからですね、やっぱり海といえばですね、魚も関係しますね。そして、こういったですね、マダイの養殖ですね、こういったところに餌をやると、それこそ鯉に餌をやるよりかはですね、迫力あるですね、旧地震がこう写真に撮れたりとか体験することができる。で、それだけじゃなくてですね、その餌もですね、非常に工夫されていて、生餌を使わない環境に優しいやり方っていうのをやっているよということで、エコということでもですね、地元の方が説明しております。はい、それからですね、他にもあるんですね、カラス峠というですね、ところが展望コースというのがありまして、山の頂上なのにですね、442メートルしかないんですが、山の頂上にアンモナイトがあるわけですね。はい、皆さん不思議に思うんですね、アンモナイトというのは海の生き物なのに、なんで山の上にあるんだろうか。実はですね、ということで、その島の成り立ちというお話をするということと、ここから見える景色がですね、ケスタ地形といって、ずっと同じ向きでですね、西側に緩く傾斜している地形がずっと見ることができます。ですから、地形のお勉強としてもですね、ここは利用できますし、下から上がってこればですね、植物の観察地でもあるということになります。これあんまり使われることないんですが、学習とかでよく使われているんですが、
昔のですね、球場のところがもう今放棄されていて、そこが自然に崩落して化石が入っているものですから、まあ、の地元の小学生を中心にですね、まあ、使っているというところです。他にもですね、これは、小中学校の修学旅行堂で使われるんですが、やはりあの魚釣り体験ですね。で、魚釣りもですね、結局魚が釣れるっていうことは、その魚の種類を見ればその下の岩礁なのか砂なのかということも分かるわけですね。実は海底地形によっても、魚の魚種が違うということもありますし、トントコ漁というのはですね、本当はゴチ網というんですけれども、こういうですね、底引きじゃないですけれども、そこに船を入れて、動力を使わずに少し引いてですね、上げるというやつなんですけれども、船びれを叩いて追い込んだというところからですね、トントコと音を立てて、取ったということで、そういう伝統的な漁法の体験ということもできます。それからこの地引き網体験ということで、黒島というところでやってるんですが、はっきり言ってですね、この地引き網してもですね、すごい獲物が入るわけではありません。はっきり言うとですね、もうなんか雑魚っていうかですね、面白くないんですね。ですから、ちょっとこれは体験ですので本当の漁ではありませんので、なぜかですね、この中にマダイが入ってたりとかするわけですね。まあ、それはもう了解の上でそういうふうなですね、ことが行われてますけども、それはもうちゃんと先生にご了解をいただいた上でやっているということです。そしてそれ取った魚をですね、こうやってですね、その島では、バーベキューをしてですね、こうやって本当海物ばっかりです。ね、まあ、海鮮って実は肉がないんでですね、すごい料理なんですが、そういうのができたりします。それから五所浦はですね、昔あまり道路がありませんでしたので、皆さん天馬船という船でですね、こういう移動をしておりました。そのですね、天馬の漕ぐ体験というのがですね、本当にですね、静かな湖みたいな海なんでですね、それを利用しております。そして、一番の人気は何といっても民泊です。これですね、すまんなとか言って本当に魚しかないんですね。こういうですね、料理が堪能できますよと。それが28件あるということなんですね。で、ただこれものすごく素晴らしいのがですね、このコーディネーターの方がですね、それぞれの家庭のご事情を、よく理解していて、いろんな子供たちもですね、分配をします。ですから女の子がいいのか男の子がいいのか、 何名までなのか、そこはちょっと、大変そうだから今回やめとこうかとかですね、そういうのもちゃんとコーディネートしてくれます。後でその紹介します。そして、私たちが、今推しているのが、化石採集体験ということなんですけどね、こういうモニュメントを作って体験をされて、どういうのが取れるかというですね、まあ、こういった貝の化石が、取れますということです。ただあまりにも美しかったりとかですね、学術的にものすごく価値があるものについてはですね、寄贈していただくということになりますけれども、寄贈していただいた方はですね、入館料が一生無料というような寄贈証明書を差し上げますので、それを目指して頑張ってくださいというふうにですね、言っております。そして五所浦も含めてですね、天草全体の拠点施設でもある、五所浦白亜紀資料館ではですね、こういった化石も含めて地層、地質、それから、大地の遺産についての説明を行っています。ではですね、実際に私も学芸員なんでですね、どういう説明を、しているかということなんですね。まあ、ちょっと黒島という島に行って自然のものを説明している様子を、ここですね、この島をちょっと説明したいと思います。こういうですね、ちょっと海水浴場があって、これ無人島なんですよね。で、本当電気も何もない本当無人島なんですが、ここに桟橋があって、そこにつけてですね、なぜかですね、どこからともなく夏休みはいっぱいになるんですけれどもですね、そういったところにいろんな生き物が生きています。で、白いコンペイトのような形をしたですね、砂みたいなのが落ちてるんですね。よくサンゴの死骸だってみんな言いますけど、実はですね、石灰層というですね、海藻の骨格だったりとかします。で、そういうところにですね、こういう植物が、海藻がいるんですね。で、これはですね、見ると言います。で、見るっていうのはですね、ここにも書いてますけれども、実は古い時代からですね、見るもんという文様でですね、使われていたりとか、色になったりとかすることがあるんですね。こういった解説をしています。他にもですね、海藻ではこれです。袋のりっていうのがですね、もう今ちょっと暖かくなってきましたが、離れたかもしれませんけれども、春先に多く見られて、一見見ると、なんか、ね、シュークリームの皮のようなのがなんかつくついて汚いなと思われるかもしれませんが、実はこれですね、このガム皆さん食べたことあるかもしれません。これにですね、ここに袋のりから抽出したと書いてあるんですね。
フラゴの移動ですね。だからちょっと皆さんちょっとこれをイメージしながら噛むとまずいかもしれませんけれども、まあ、そういうちょっと引き出し的にはいいのかなというふうに思います。はい、それから貝も面白いんですね。例えばこの霊視貝って書いてます。でこれ霊視貝ですよとか言うと、霊視って皆さん何ですかって聞くと、あ、分かった、キノコだっていう人もいますね。確かにそうですね、キノコにも霊視ってありますが、実はこれゴーヤのことですね。ゴーヤのイボイボですね。だから霊視貝と言います。この真ん中はですね、霊視魂という貝ですね。でこれは霊視魂もどきというっていうふうにですね、かわいそうなんですね。なんかいかにもこいつが一番悪そうなイメージがありますけれども、別に何も悪くないね、つけた人間が悪いということなんですね。まあ、こういうのも、まあ、こう愛着を持ってもらわないと、普通の飼いですよっても皆さん子供今の子供触らないんですよね、全然ですね。だからこういうので、まあ、ちょっと愛着を持ってもらいたいなというのもあります。ただ触っちゃいけないのもいます。こういうですね、これゴンズイというですね、ナマズのような魚がいますけども、よく群れになってゴンズイ玉ってボールになって泳いでることがあります。大体知らない人は、ああかわいいとか言ってですね、すこうとするんですね。ちっちゃい子供だったらまだ、ちっちゃい子供ってゴンズイがちっちゃければまだいいんですが、それが大人だったら手に全部刺さります。ね、これ毒を持った魚です。それからこのハオコゼっていうのもですね、これ死んだふりが得意な魚でですね、上げて動かないから、あ、死んだのかなと思って手を差し伸べた瞬間跳ね上がるんですね。で、これが刺さるということなんですけどですね。他にもですね、こういう危険なのがいます。皆さんにちょっと刺された時の対処法ですね、教えておきます。おしっこかけたらダメですよ。よくですね、前言われてましたけど、ダメです。これはですね、刺されたらですね、すぐ押さえて毒を注意、外に出すんですね。だからよく子供たちに聞くと、病院に行きますとかですね、電話をかけますとかって言いますけども、その間にやることがいっぱいあるわけですね。まず毒を出します、ジューッとですね。そして一時じっとしておいてください。もう刺されたらすぐであればすぐであるほど、その毒を抽出するだけでですね、5分か10分に痛みが収まります。ですから早めの応急処置が重要ですね。他にも危ないのではですね、こういうのがあります。ムカデですね。これは毒がありませんけども、ちょっと噛まれたら嫌だなっていうやつですね。こいつはですね、布団の中にも入ってきます。ご相談の場合はですね、2回私噛まれたことがあります。これは日本最大級のムカデで12センチとか20センチ近いものです。ね、まあ、こういうふうにですね、私たち学芸員といくと、いろんなことをですね、楽しく、正しく教えながら歩けるよというようなことになります。で、問い合わせはですね、私たちはここにいるんですが、上学推進するいるんですが、まあ、ここでもいいんですけれども、この五所浦アイランドツーリズム推進協議会という方がですね、いろんなコーディネートをしていただいているというのが、現状ということになります。はい、以上でございます。